こちら普通に立っていただきます。今お二人が着ていらっしゃる素敵なお洋服がメルカリで購入していただいたものとお伺いしているんですが、まずは小倉さんからこのお洋服のポイントと今年の夏の何かこうコーディネートのポイントがあればぜひ教えてください。はい、こちらのお洋服はフォクシーというブランドなんですけど、はい、フォクシーってちょっと高価なので普段手が出しづらいんですけど、 でもあのこちらで買わせていただいたらすごいお手頃価格で買えたので、あのすごいなんかラッキーだったなって思って今日、はい、着せていただいています。辻さん、はいはい、こちらもなんとメルカリでゲットしていただいたと、はい、私はジェラートピケというブランドなんですけど、あの普段から私ジェラートピケがやっぱり大好きで、うん、よく着るんですけど、はい、本当に肌触りが良くて、でこの忙しい時でもスポッてこう一瞬で着れるものっていうので、はい、この色合いだったりとか、うん、動きやすさとかが好きで、そうですね、選ばせてもらいました、ね、とてもグラデーションも素敵ですが、うん、じゃあ一周回っていただいてよろしいですか、はい、あ、素敵です。もうなんか今すぐリゾートにもね行けちゃうような。そうなんです、これは新品で売られてたので、はい、すごい、そうなんです、ラッキーでしたね、はい、ラッキーでした。1ヶ月後の6月17日何の日かはご存知でしょうか。こちら辻さんのお誕生日ということなんですが、はい、主人がすごいサプライズが好きで、毎年サプライズでやってくれるんですけど、そうですね、出会って初めての誕生日は、あの真っ暗い部屋に帰って電気つけたらもう友達がなわーってすごいって、ですごいなんか可愛いケーキを用意してくれてたりとか、はい、もうそういう経験がなかったので、今までもお仕事をしてて、はい、そういう経験なかったので、やっぱ嬉しかったですね。わー、とっても素敵ですね。旦那さんも素敵ですし、こう集まってくださったね、友人の方も、ね、嬉しいですよね。いや、本当に、ね、素敵な方々に囲まれて、嬉しいですけども。というか本当にあの誰もが経験してないことを15年の間にぎゅっとさせてもらったので、本当にあの周りの家族だったりスタッフの方だったり本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。改めてどうですか、15年振り返ってみて。いや、なんか15年ってやっぱりすごいなって、一人の人が生まれて高校生を旅立つぐらいの月日の時間じゃないですか。でも本当この15年間が多分普通の人が人生で経験することをこの15年で全てやったっていう思い出がすごく大きいので、でもやっぱさっきも言ったんですけど周りの人にすごい感謝です。